はい、おはようございます。早稲アメンタルクリニックの院長松井祐介です。本日は審査員という権力について解説しようと思います。えー、ミシェルフーコーですね。えー、ミシェルフーコーの話をですね、しながら、まあ、えー。中田敦彦氏の話ですね。中田のあっちゃん頑張れみたいな動画を撮りたいなと思います。はい。で、なんでこの動画を撮ろうかと思ったかというとですね。まあ、もともと僕のユーチューブですよ。で。あの、中田敦彦氏のユーチューブ大学を真似て作ったんですよ。 だからホワイトボードに書いてて説明してるんですねだもともと中田のあっちゃんの YouTube 大学が最初にねバーンと来た時にこれの医療版これの精神科医版があったら患者さんにいいんじゃないかなと僕思ったところから始まってるんですよね。そうすれば診察室で病気の説明をしなくても、まあ、事前に予習できるしそうすれば患者さんの話を聞く時間が増えるんじゃないかと、ね、思ったと。 だからそこからまずすごいスタートしてんですよてだからあの大学生のね患者さんが中田敦彦さんの「中田のあっちゃんの YouTube 大学面白いですよ見た方がいいですよ」って言われてあこれだと思って始めたんですよねでまあなのでまあ,、ね、あのこういう今回ね中田敦彦さんがすごく注目されている場面なので、まあ、あの応援コメントではないんですけれども。 まあどういう思いがあったのかなってことを僕なりのですね目線でまあちょっと語ってみようかなと思います。でと言いつつです、ねまあ、患者さんに向けてる動画なので、まあ、その細かい話はどうでもいいと思うんですよ皆さん芸人界のこととかねそうじゃなくてそこにある、まあ、構造の問題とか権力の問題とかをちょっと語ろうかなと思いますそしてストレすね精神科とは無関係じゃないんですよ。 なのでこれを話そうと思いますそして多くの人がこの権力っていうものについて、えー、いかにですね、まあ、無,無知かかかとといいうう鈍感ことですよねもうちょっとナイーブに考えていくセンシティブに考えてもいいんじゃないかなと僕自身は思うので動画を撮るという感じですでこのですね、まあ、なぜ審査員というのは圧倒的な権力があるのかということをですね、えー 話をするためにはミシェル・フーコーっていう人まあ構造主義ないしポスト構造主義っていうんですけどもという哲学の仲間ですねの哲学者の概念を知る必要があるんですで、ミシェル・フーコーっていうのは権力っていうものをですねえ3つの要素に分けて考えたんですねつまり規範および規律および監視を作るものが権力だと言ったんですだから権力っていうのは何もえ日本政府とか、えー 警察とかですね校長先生とかそういう役職があるものを権力と指すわけではなく権力とは何かっていうと規範を作り規律を求め監視し合うものそれはこう形あるものであってもいいし形なくてもいいんですよねそういうものを権力と呼んだわけですね。で奨励数っていうのはとても権力を生みやすい構造があります。つまり規、えー、規範範でですすねねっってて何かっていうとこうい,うものがいいいいいううううこもののがんだよっていうエリートある種のです、ね エリートお笑いのもう天才の人たちがこういうのが面白いんだっていう独自のノウハウをですね集結成してまあこれがいいんだっていうわけですよねだから評価軸があるということですよね。で規律ですねだから m 1グランプリだったら何分間でどういう,う,いうふうにやりましょうとか、えー、これで作ってくださいと提出形質があるわけですよだから提出形質に満たないとよく評価されにくいわけでそれは知らず知らずのうちに、えー、みんなそれに縛られちゃってる。 わけですねで監視ですよねつまり公表することで今回の1位は代々でしたということを公表することでみんなが見てみんなが注目しそしてその知らず知らずのうちにそれを評価してしまうということですだからこういういこれってですね無意識的なものなんですよねだから意識意識的な要素もあるんだけど無意識的になんか支配されやすいそして自分に興味がなければですね興味がない分野であればよりですね このけん症レースっていうことの影響を受けやすいんですよ。だから、うん、あんまり興味ないけど、とりあえず食べログで評価の高いとこ行ってみ見るかみたいなね、うん。映画はそんなに好きじゃないけど、まあね。あの彼女は映画は好きだって言うし、映画のね。デート行くんだったら、まあ評価高そうなとこ。行くかみたいなね。 あのオスカーとかグラミー取ってるとこ行こうかとか。まあそういう感じになるんですよね。そしてそのそういう賞を取ることで次の仕事が増えたりするので、映画にしても食べログにしてもお、えー、笑いにしてもそれを目指すということになります。だから権力を知らず、知らずのうち持っちゃうんですよね。で、これはですね。あの。 まあ中田氏は松本氏がえ複数のショーレースをまたいでるまたいでしかも主要なものの審査委員長的な立場にいるっていうことがあの爆弾権力を持ってるんじゃないかみたいなことを指摘していたと。で、まあ、まあその通りだなとは思いますね。はい、で精神科の場合はですね、まあ、フミシェル・フーコーっていうのはお笑いのでショーレースをには権力があるんだってことを、まあ、あの哲学書で書いたわけじゃなくて。 まあ精神疾患と社会との関係をですねこの権力を使ってあの、えー、論,論説していったわけですねだから何が正常で何が病気かとか、えー、どういうふうに生きることが 良くてどういうい生き方はダメなのか自殺は正常でありあ自殺をしないことは正常であり自殺するのはダメなのか依存症になってしまうのはダメなのかアルコールが好きで最後は依存症で亡くなってしまうというのはこれは異常なのかそれとも自然経過の中で普通のことなんじゃないかとかそれらは権力なんですねだからそれを異常としているのは権力だから精神疾患というのは社会によって異常だと作られてしまっているというふうにフーコーは言ったわけですね。 だから今,ど今風の言葉で言えば発達障害グレーですよね発達障害のグレーは障害なのか病気なのかっていうのはあの多くの人が悩むと思うんですよね、うん。本人は生きづらいと言ってるけれどもこれは病気としていいんだろうかっていうのは悩むんだけれどもそれはその通りで我々権力者側権力ですねそれは医者っていう権力かもしれないし医療っていう権力かもしれないし働,き働くべきだっていう会社の権力かもしれないし何か、えー、ねえ 失敗を働ける人は価値があるんだ、お金を生むんだ。だから、えー、そのお金っていうものが正常化、異常化を作ってるのかもしれないし、分かんないですけれども、まあ、いろんな面で見えますけれども、それはすごく自然じゃないというか、人間らしくないというか、でもそそういうものを無意識構造っていうのが出来上がってるよねっていうことをまあフークは言いましたね。だからショーレースもまそうなんでしょうということですね。うん、なるほどなと思います。はい。だから。 うーんまあ審査員という権力って言った時に「いや権力って」って言う人とかね、うん、あのいろいろ思う人もいたかもしれないけどもまあベースにですねこういう、まあ、概念があ,あるんですよねもうこういうのは哲学の分野ではもう50年前ですねもう下手したら100年近く前の話になっちゃうかもしれないまあ、50, 50年前ぐらいにはもうあの住んでる話ですねはい。 で僕が気になった話ですねそれはあのー、僕松本、ま、松ちゃんすごい好きですしお笑いすごい好きだからあれですけど中田しあっちゃんのやつもすごい好きなんですけどもまあで他のねいろんな人がコメントしてるのを見てすごい面白いし僕好きなんですけどお笑いは。まああのちょっとね気になった点をいくつか言おうかなと思います。まずここのののの権権力力構構造造ですね権力っていうものがあるこの構造無意識の 構造を、えー、理解した上で全員が発言しているかということはまああのー、か,っかっこはてなだなと思いますねだからそれがなんかすごく感情論とか個人の意識になってしまっていてそもそもこの権力っていうのがどういう文脈でどういうふうに人類は理解しているのかということをもう一回考える必要があると思いますねだからこういうことなんですよね、うん、じゃあ 権力があったとしてありましたよとじゃあそれは、うん、不動のものかどうかですよね次なの,のはだから権力っていうのは風向っていうのは変動するもんだと言ったわけですね、えー、常にその固定化されたものではなくてでも変動していく現象なんだよってことを言ったわけですだからこれが本当に不動のものでもう変え権力を脅かすんだったらね、暴力があったりとか いろんなものをあの手この手を使ってあのこの権力を維持、しようとしているんだったら問題がありますよね。うん、それは某ジャニーズのね問題はありあったわけで、そこまでのものなのかっていうのがポイントあるかなと思います。だからそしてですねあの今回はショーレースだけではなくて審査員なんですよね。だから審査員もまた審査され続けてるんです。だから審査員もその参加者によって審査されてるし。 お前の審査間違ってるやんけとか言われそうだし、視聴者ですよね。視聴者の人もからもいやあの人も審審査のねレベル下がってるわとか全然読めてないわとか言ってし,しまう可能性もあるんですね。そういう場合はあの不動のものとは言えないですよね権力が。だからこれはあのあるかなと思いますね。うん。えー、だから不動ではないんでもっとガチガチのやばい権力ってあるんで。 あのっていいうのは僕は僕思いましたねあのそうですね医療の世界の方がもっとねあの権力は硬いかもしれないですもしかしたら科学っていうエビデンスありながらも精神療法だからあのそれは現代的現代の精神,分析精神科の話というよりは過去の精神分析の話とかはやっぱりフロイトが認めたものが精神分析であってフロイトが認めなかったものは分析じゃないということもあったので。 まあフロイトはある種そういう意味では問題のある人物だったというふうにねあの歴史の中では残ってますけれどもまあそういうことでしたかとか思いますね。うんあとはじゃあ集中するってでもダメなのかだからあらゆるものを使ってですねその集中させるというのはそもそも良くないのかこれが警察とかね政府とかだったら良くないかもしれないけれどもお笑いっていうある一分野ですよね。 であればそこに集中しちゃうっていうのは仕方ないんじゃないか。だから時代を代表する天才がいるっていうのは仕方がないことなんじゃないかと。だから将棋だったらね、ハブ,ハブさんが七冠取って藤井聡太選手、ね、機種が、えー、 7巻取ってるわけですよね集中してるわけですねだから集中してるってことはその子に権力集まってるわけだしその人に仕事が舞い込むわけだし新聞とかの仕事も来るかもしれないし書籍の仕事も来るわけですよねそうすると他の人が成長する機会を失うわけですよねうんそれは、それはダメなんですかっていうことですよねだから時代を代表する天才っていうものが集中させるってことは本当に良くないのかと 思いますね。でも、天才にその機会を与えて、そしてフロイトとか、まさにそうでしたね。だから、いろんなことがあって、で、人のね、理論もなんかアイディアをパクったというか、そういうこともあったりしつつ、でも、そこに集中したからこそ、精神分析っていうのが出来上がったところもあって、まあ、芸術の世界ですよね。うん、笑いにしても、何にしても、芸術の世界において、誰かを犠牲にして、でも何かを極めていくということは本当に悪なのかっていうのも、まあ。 思いますね、うん、それはあの僕は医師だしねまたちょっと違う立場だし、えー、なんかいろいろ思いますけれどもでも過去の僕いろんなものを見たりとか過去のものを読んだりした時にやっぱその時代を代表する天才たちっていうのは誰かの犠牲抜きには成立しなかったわけですよね。で おそらく過去の今までね金曜日でいろんな哲学者とかの人とか宗教家の人も取り上げてきてますけど自分一人で考えたとは思わないですねいろんな人の弟子の話とかいろんなものを盗,盗んでるというかその人に集約されてると思いますねブッダはこう言ったって言ってももう多分、ね、ブッダ以外の人が言ってることもブッダが言ったことになってますよ絶対あのそれは、うん、どうなんだっていうことですよねでも、うん、まあ どううななんだろうなと思います、ね、分散させるとよくないしねこれもなんか面白いなと思いますここも議論の余地があるなと思いますねあとはじゃあ個人ののそそもそも責任なのかっていうことですよねじゃあ松本さんまっちゃんねが超天才なのをみんなが知ってることなんですけどその人のとこにおのずと集まってしまったことはこの人が悪いのかっていうことですよね。それとも なんか知らず知らずのうちに周りが忖度していた結果事務所が忖度した結果事務所の仲間ですよね事務所の仲間が忖度した結果そこに集まっちゃったのかとかそうじゃなくてテレビとかマスコミマスメディアがそういうふうに天才を作り上げてしまったのかでは天才一人の天才にすがるんじゃなくてもっと分散させた方が良かったのかとかでもそのマスコミだって視聴率で動いてしまうわけだからスポンサーの意向とかあるんだから、まあ、そもそも視聴者の問題なのかっていうのも。 ありますねだからこういう構造があったときにじゃあ本人が責任を負うべきなのか本人からやめなきゃいけないのか本人が自分の意見を言わないといけないのかっていうのは分かんないなと思いますこれもあの議論の余地があるなと思いますねあとはですねその新しい視点できちんと捉えたかっていうのもポイントですねだから自分たちの意見を言ってるだけであって相手の立場に立って考えられた人っていうのは今回ね、いろんな あのやつ見たんですけどあっっったたののかなっていいうのはちょっとぎ思いましたね、うん、だから相手の立場に立って考えたのか相手の立場で語れたのかそれはいろんな人がそうだと思いますけどここに出てくる登場人物みんなそうだし僕も自身もそうだと思いますけれども相手の立場で考えて議論を建設的な議論ができたのかっていうのはあるなと思いますね。ここも考えるべきポイントかなと思います でも、あのー、今回のこのニュースというかねこの事件を取り上げるべきだと僕は思ったのはまあもともとね僕は YouTube 大学を真似て始めたっていうのもある,んですあるしやっぱこの無意識な権力とか隠れてる権力構造っていうものを常に僕らは意識していかなきゃいけないですね。これかかから特にインターネットとか SN S と SNS がどんどんんやってきてき で AI が出てきて僕らはその日常の中で無意識に支配されることを知らないうちに支配されることどんどん増えていくんですよねだからこれ,これをそれをじゃあ全くゼロにすることは不可能なんだけれどもそれを意識し続けるってうことはとても重要で AI に支配されないようにどうすればいいのか SNS に支配されないようにどうすればいいのか精神疾患精神障害だというレッテルを貼られた時にそのまま受け入れるのか人からね働いてないか意味がないんだ価値がないんだって言われた時にそのレッテルをそのまま受け入れるのかそれは違うんだよね。そそその構造をををいいいててててこここ疑ううう常識から離れて自由に考えていくってことがととも重要だしそういうことを患者さん に伝えていく患者さんが身につけることでうつとか、ね、いろんな疾患を良くなっていくので、うんまあ、今回こういう、ね、事件がありましたからあの事,件事件かどうか分かんないですけど、まあ、こういうことがあったので僕も動画を通ですね皆さんとあのいろんな、ね、アイディアを共有して、えー、治療につ、ね、なげていきたいなと思っております。はい えー、ということで今回は審査員という権力について、えー、解説しましたはい、えー、じゃあ以上でこの動画があります、えー、もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、えー、グッドボタンもチャンネル登録アドシェアの方よろしくお願いしますではまた